こんにちは、あまねデザインです。今回はですね、こちら 3D プリンターを使って壺押し棒を作ってみました。というわけで、まずは制作している風景をご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで出来上がったモデルがこちらになります。いかがでしょうか。黒の単色と木目調を再現したようなモデルになります。よかったら何かの参考にしてみてください。今回は 3D プリンターを使ってツボ押し棒を作るという企画をお送りさせていただきました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。